お仏具の修理できました見てくださいやっぱり日本の職人さんが世界一でございます金箔が吹いても剥げない国産仏壇お仏壇の販売が天職長田光期でございますえー、2020年3月4日水曜日今朝5時53分朝動画でございます今外は13度雨が降っております暖かい朝でございます実際ですねありがたいことに昨日届きました こんなにこれ、見事でしょ、これですね、来たときはボロボロやったんですよ、すごく古かったです、であのこれはあの表面のですね黒い漆をかけ直して、もちろん水漏れもしてましたから、中もきれいに、これはもういっぺん漏れないような格好になってますね、見事ですね、これ、きれい、本当ボロボロやったんですよ、これ、実はもう1個あります、これはあの、葬儀屋様からのご依頼でございました、裏まできれいになってるんですよね。 はい、これお値段はですね、そんな高くないですよ。買えばすごく高いんですよこれですね。立派なおぶつぐですね。こういうおぶつぐはリフォームしてですね、綺麗に使っていただいたらいいかなと思っております。やはりですね、本場富山県高岡の物資さんが丁寧。 やっぱですね私は日本の職人なんか世界一だと思っております、やっぱり仏具、リフォームの達人ですねあの、これはもちろん新品も作ってらっしゃいますね、やっぱりあの日本の職人さんのは私は世界一だと本当思っております、ですから、まあ、やっぱ魂、真心の仏具政策、もちろん新品作られますね、それとリフォーム、修理、復元。 やはやろ。これ実はですね、今中国でもぶつぶって作るんですよ。やっぱお値段お安いです。やっぱでもですね、日本人の仕事が丁寧かですよ。はい。今って、それとですね、今コロナ騒動で大騒ぎしてますよね。やっぱですね、日本の職人さん、真面目かけ、納期が正確なんですよ。 メイドインジャパン、逆にですね私、コロナ騒動で思いました、これからはメイドインジャパンの時代が来ると思います、それともう一つ、ですねこうやってですね古いお仏具を大事に使っていく、今までいただいた昭和、平成のお仏具を今度は令和、その先の時代に伝えていく、そういう時代も来ると思いますので、我々仏具、修理、リフォーム、もちろん仏壇もですね一生懸命頑張りますので、よろしくお願い申し上げます。あちなみにですねこここここれ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 ,これ これはこれ実はお客様から昨日ご依頼いただいたんですよね古いやっぱろうそく立てボロボロになって危険ですねこれ,これで危ないから先が取れちゃってるんですよねですからこれもですね磨き直して修理芯がこれ,これ実はもう一本あります芯がやっぱりんでるこれ熱でやっぱりむんでしょうね熱で歪んでおりますしこんなボロボロになっておりますのでこれご依頼といただきましたですからまず当店の場合にはですね無料見積もり そして、お客様からのご依頼、ご合算が出たらば、修理という形になっております。あのお値段もですね、良心対応。でですね、あのこういう修理、仏具の修理とかはですね、やっぱり大型量販店ではなかなかできないと思います。我々のような個人の専門店にお任せください。よろしくお願い申し上げます。はい、ではここまで、この動画を見ていただいて誠にありがとうございました。心よりお礼を申し上げます。皆様の開運は10お祈り申し上げます。